鉄名町駅は、岐阜県岐阜市、通る明通一丁目にあった、名古屋鉄道の駅。2005年4月1日に廃駅となった。名鉄岐阜市内線と美濃町線が乗り入れ、このうち美濃町線は当駅を起点とした。美濃町線の起点ではあるが、廃止直前は、終点石駅への直通列車は折り一本のみで、ほとんどは、の一式駅、日野橋駅で折り返していた。 岐阜市内線には2005年の全線廃止時に残っていた中節駅方面の中節支線の他にながら北町駅方面の本線がかつて存在し両社は当駅で分岐していた岐阜市内線と美野町線は当駅で乗り換えとなっていたが他都市の路面電車のような乗り継ぎ割引はなく運賃は当駅で一旦打ち切られて乗り継ぎ先で新たに支払う形となっていた 1911年に岐阜市内線の前身である美濃電気軌道市内線の駅として開業した。岐阜市内線は2005年の全線廃止時こそ、中節駅方面へ向かう路線のみが残っていたものの、開業当初はまず、ながら北町駅方面へ向かう本線を胸として、鉄路を伸ばしていた。当駅から中節駅方面への支線は1925年の当駅。 千住同駅間の開通を待たねばならない。一方、美濃町線も1911年に美濃電気軌道の路線として開通していたが、市内線と分岐する起点は当駅ではなく、隣にあった神田町駅であった。経路変更により美濃町線の起点が当駅に移るのは1950年のことである。1 9五十年以降渡り駅は岐阜市内線の本線と中節支線、それに、 美濃町線の結節点となったが、1988年に本線の一部である東駅ながら北町駅間が廃止される。岐阜市内線は残った岐阜駅前駅東駅中節駅間へ特区間が変更されたが、それも美濃町線と同時に2005年に廃止された。岐阜市内線は相対式2面2線、美濃町線は短式1面1線の乗り場を持つ。 平用軌道のため両線とも乗り場は道路上に設けられていたが安全地帯はなく道路にグリーンベルトと称する緑色のペイントがされているのみであったこのグリーンベルトは1992年に岐阜市内線の新岐阜駅前駅とともに全国で初めて施されたものであった電車待ちをする乗客のために中節方面の乗り場の向かいにある歩道上には歩道に面して 支店を構えていた16銀行により椅子が設置されていた。線路は営業運行がないミノ町線、岐阜市内線中節方面にもつながっており、中節で接続する伊比線の電車が一の坪の岐阜工場へで入庫する際に通っていた。ミノ町線、乗り場南側に駅ビルがあり、かつては駅員が配置されていたが、1999年3月31日、限りで、 無人駅化されている。駅ビルの建物自体は2019年9月、現在で存在しているが、全開空き家状態である。1階外面のガラス部分に残る、駅関連のシールの痕跡から、駅施設であることが容易に判断できる状況である。ながら北町方面が廃止される前は、数のように、伏線ダイヤモンドクロッシングとなっており、 その中に、視線の外側が通る珍しい形態をとっていたが、その分、車輪のフランジを通すために線路が途切れている箇所が増え、通過中の乗り心地の悪さ、騒音、メンテナンスの増大を招く原因となっていた。ながら北町廃止後は、中節方面美濃町線の線路は、美濃町線乗り場を含め単線に変更された。ABC、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美野町、 イビ、谷組線の85年強度出版社、1997年、31ページ。ISBN4 から876700974。87 ABCDEF、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、イビ、谷組線の85年強度出版社、1997年、218から230ページ。 ISBN4 から876700974。日本鉄道旅行地図庁追加、定保、一覧7号、東海。鉄道フォーラム。2016年6月11日閲覧。AB 今尾圭介。日本鉄道旅行地図庁7東海。新庁舎。2008年。52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年745ページ。AB 徳田孝一、名鉄の配線を歩く JTB、2001年100ページ。ISBN 978から45億3303万9232。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編一創始者。 1997年、131ページ。ISBN4 から794207964。間定まろ、岐阜駅前通りから出発する名古屋鉄道のタイムスリップ列車、鉄道ジャーナル第30巻第4号、鉄道ジャーナル社、1996年4月、66から73ページ。清水氏名古屋鉄道路線の主な変遷急線跡や、 廃止された路線の田んぼを、徳田孝一、新般丸ごと名鉄ぶらり沿線の旅、7県出版、1997年、P141、ISBN 978から48億8304万3323、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、 富ず、名古屋鉄道路戦略図、ありがとうございます。